武井さんみたいに将来に出して明確なビジョンがない人はどう生きていけばよいのでしょう普通に生きていけばいいんじゃないですか何でもいいんじゃないですか日本みたいな豊かな国に生まれて、明確なビジョンもないのに、なんとなく学校も行かしてくれて、なんとなく大学行けて、なんとなく就職もできて、なんとなくお金も稼げて暮らしていける。こんな幸せなことないんですから。もうその時点でも強烈に幸せなんですから。俺なんかそんなものも、 ろくに手が手に入らなかった時期があったから、それでもこんな豊かな国だからなんとかなって、今、本当に耐えないモチベーションを持てる自分になって、もうより豊かになりたいと思ってるから頑張ってるだけの話で。ぶっちゃけ俺は元の生活に戻っても、ああ、またのんびりした生活だな、って思うぐらいです。今の芸能の仕事も忙しくやってますけど、これが本当に、本当に人気なくなってゼロになったとしても、 絶望とかじゃないと思うし、日本にいる限り、あ、俺はもう一生のんびり豊かに暮らしていけるんだなって思いながら、はい、なんか、物価の安い街って、のんびり、のんびり美味しいご飯食べて、友達と遊びながら楽しく暮らすと思いますよ、俺。芸能なくなっても、今度スポーツもあるし、うん、ゴルフも多分結構これから行けそうな気がしてるし、うん、ビリヤードとかもね、海外とかでもしプロテストとか受けて、 どっかで試合出るって楽しいだろうし、ぶっちゃけ何でもできるですよね,ね。トレーニングジムみたいなのを作りたいなと思って、もう田舎になんか、北海道とかになんか体育館とか作ってアスリート育成しようかなとか思ったりとかね、いろんなことできると思うんで、今はそのためにすごい自分をブラッシュアップひたすらし続ける毎日ですから、楽しいで。勝ちたかったら登録しとけい